毎日の通勤の足と仕事の足になります。仕事がマネキン人形の制作をしておりますので、製品をラゲッジフラに乗せて毎日のように運んでいます。免許取ってすぐ、三菱のジープの J24、その後はスカイラインのパサージュ GT、それからまた三菱のジープの J37、その後にこの FJ の56ですね、はい、免許取ってから昭和の車しか乗ったことはないんですが、まずやっぱり第一にデザイン、その機能性を無視したデザインっていうのにやっぱり惹かれますので、そこであとは住んでる土地柄、どうしても冬になると雪が降りますんで、四駆でその上荷物が乗る、そうなると選択肢がこうなってしまうっていうのがありますね、はい。この FJ56V は約30年経った車ですけど、オーナーさんの強い思い入れでフルレストアかけて新車のような状態でどうしても乗りたいという強いご要望で、フレームボディ切り離して錆びているところ全部サンドブラストかけて、ボディは腐っているところ全部切り継ぎして新車のように蘇っています。仕事はリバーサイドガレージさん、この道では一流と思われるリバーサイドガレージさんの手による仕事です。でエンジンはクラウンの V8 に乗せ替えてあって、ミッションはやっぱりマニュアルがどうしてもということで、ランクル100のマニュアルミッションの新品乗せて、前後はやはりディスクブレーキでないとということで、フロントがランクル40のホーシング、リアがランクル70のホーシングに変わっています。で費用の方は多分新車がおそらく2台買えるんじゃないかと思うぐらいかかってますけど、オーナーさんの強い思い入れで実現した1台です。モトレージではこのようなコーディネートもさせていただいてます。